1994年イギリスグランプリは1994年の F1 世界選手権第8戦として7月10日にシルバーストーンサーキットで開催された。スペイン GP 前のテスト中にペドロ・ラミーが高速のアビーカーブでクラッシュし重傷を負ったことからアビーカーブが試験員に変更された。予選ではデーモン・ヒルが3度目の母国 GP で初めてのポールポジションを獲得した。初日暫定ポールのミハエル・シューマッハは1000分の3秒及ばず2位。ヒルはシューマッハのラストアタックをピットで見届け、ポールが決定した瞬間にはジョージー夫人と抱き合って喜んだ。新型エンジンを投入したフェラーリ勢がセカンドローに並んだ。フェラーリのゲルハルト・ベルガーは2度目のアタックではミカ・ハッキネンに邪魔され、ラストアタックに挑もうとした際、ピットレーン出口のガードレールに接触するというボンミスでフロントタイヤがパンクし、ポール獲得のチャンスを不意にした。スタート前のフォーメーションラップ中、隊列を先導するヒルをシューマッハが追い越す場面が2度あった。レギュレーション上では、このような場合、シューマッハは最後尾グリッドに回らなければならないが、シューマッハはこれを無視して2番グリッドに。この些細な行為が後にこの年のチャンピオンシップの行方を左右する大問題に発展する。レース開始前後にイギリス人ドライバーたちがアクシデントやトラブルに見舞われた。スタート直前に7番グリッドのデビッド・クルサードがエンジンストール。スタート手順は仕切り直しとなり、クルサードは最後尾に回された。2度目のフォーメーションラップではエディ・アーバインが始動できずリタイア。そして、スタートシグナルが灯った瞬間、マーティン・ブランドルのマシンのプジョーエンジンが真っ赤な炎を吐いて息絶えた。レースは予想通りヒルとシューマッハの2台が先行し、3位のベルガー以下、ルーベンス・バリチェロ、ジャン・アレジ、ヨス・フェルスタッペン、ミカ・ハッキネン、片山右京らが続いた。先頭のヒルは15周目に最初のピットストップ。その3周後に、シューマッハもピットストップを行い、ヒルとの順位を逆転してコースに復帰した。この間ベルガーが先頭に立ち、22周目にピットインするまでシューマッハの前を抑えた。その間にレース審判団はフォーメーションラップ中のシューマッハの追い抜き行為に対して、ピットレーンで5秒間のストップ&ゴーペナルティを課すことを決定し、ベネトンチームへ通告した。規定では3周以内にペナルティを受けなければならないが、ベネトン側はレースタイムへの5秒加算と思い込み、オフィシャルと議論する間もシューマッハにレースを続行させた。メインポストから即時ピットインを命じる国旗が提示されたが、シューマッハは27周目まで先頭を走ってからピットへ戻り、5秒停止ペナルティを受けた。再び先頭に立ったヒルは、残り1周回を危なげなく、走り切り、父、グラハムが果たせなかった母国 GP 制覇を達成。表彰式では、プレゼンターとして来場したダイアナ妃から優勝杯を受け取った。シューマッハは18秒遅れの2位、1ストップ作戦を成功させたアレジが3位。最終ラップの最終コーナーで、ハッキネンとバリチェロがもつれ合い、マーシャルの押し掛けでコースに戻ったハッキネンが4位。ピットロードに戻ったバリチェロが5位となった。エンジンストールにより、最後尾スタートとなったクルサードは6位まで挽回した。シューマッハの失格により3位になった、ミカ・ハッキネンレース終了後、ペナルティを速やかに受理しなかった、ベネトンチームに対して$25,000の罰金が命じられたが、発表されたリザルトでは、シューマッハの2位は有効とされた。しかし、国際自動車連盟は、シューマッハの度重なるレギュレーション違反行為、特に国旗を無視した件を重く見て、事情聴取のため召喚。シューマッハはベルガーの後ろで時速 260km で走っており、縁石が邪魔で国旗が見えなかったと釈明した。2週間後の7月26日、FIA 世界モータースポーツ評議会は審判団の裁定を取り消し、チームへの罰金を$500,000に増額。国旗無視の過失により、イギリス GP のシューマッハを失格処分とし、加えて2レース出場停止にすると決定した。これによって3位以下の順位が繰り上がり、ティレルの片山が6位1ポイントを獲得した。また、イギリス GP の競技長も管理能力を問われ、1年間の資格停止処分を受けた。ベネトンとシューマッハは司法組織である国際控訴裁判所へ異議申し立てを行い、決審日の7月29日までに開催されるドイツ GP、ハンガリー GP、ベルギー GP は暫定的にシューマッハの出場が認められた。7月29日の裁定で FIA の処分が確定し、シューマッハはイタリア GP とポルトガル GP を出場停止となった。また、7月26日の世界モータースポーツ評議会では、ベネトン、フェラーリ、マクラーレンの3チームがレギュレーションに違反するトラクションコントロールシステムの調査対象にあると発表された。ベネトンはTCS に相当する機能が確認されたが、実際に使用した証拠が得られぬため処分外とされた。ただし、技術委員会へプログラムコードを提出しなかったことで、ベネトンとマクラーレンは10万ドルの罰金を課せられた。その他、イギリス GP の最終ラップで接触したハッキネンとバリチェロへは1レース出場停止が課された。ハッキネンは執行猶予期間中のドイツ GP でも、スタート直後の多重接触事故の原因を作ったことで、次戦ハンガリー GP では出場停止となった。ありがとうございます。